続きまして、保安ネットにログイン後の入力操作に関して説明させていただきます。こちらが保安ネットのトップページとなっております。このように左側にメニューがございますので選択いただくようになります。この中で新規手続きの電気事業法を選択いただきますと、このように手続きの選択画面が出てきます。外部委託承認申請と保安規定同時に提出される場合はこちらをクリックいただくようになります。保安規定の届け出を単独で出される場合はですね、保安規定の届け出変更の届け出の時はこちらをクリックいただくようになります。本日は外部委託承認申請と保安規定同時提出ということで、こちらをクリックして入力画面へと進んでいきます。こちらが外部委託承認の入力画面になっております。大きく分けて3つに分かれておりまして、基礎情報、詳細情報、添付書類となっております。でまずは基礎情報に関してですけれども、こちらにですねオレンジの米印があるかと思うんですけれども、こちらはですね入力必須の項目となっておりますので、必ず入力をしていただくようになります。まずは提出者の情報に関してですけれども、こちらはですねログインのアカウント情報からですね適宜反映される箇所もございますので、反映されていないところだけですね入力をしていただくようになります。法人の名称や代表者の氏名、それから住所といったことをですね入力していただくようになります。そして右側が設置者情報に関してです。設置者に関しては設置者を選択いただきまして、法人番号の有無とありますので、法人であればありを選択いただきます。そうすると法人番号の入力する箇所が出てきますので、番号を入力いただきます。もしわからない場合はこちらに検索できるようになってますので、こちらの検索画面を活用して番号を入力いただくようになります。から設置者の名称、法人名称や代表者の氏名、それから住所といったことを入力いただきまして、こちらの基礎情報の入力は完了となります。続いて詳細情報に移りたいと思います。まず事業上の情報ということですけれども、こちらはですね、今回保安ネットを使って申請したことがあるかないかということで選択いただくようになります。今回は保安ネットを使って初めて申請する事業上ということで、こちらにクリックを入れております。で事業上の名称や住所といったことを入力いただきまして、あとは PCB の有無を選択、そして工事計画の対象工作物があるかないかということで選択いただくようになります。で続いて非常用予備発電装置の情報も入力いただくようになっております。それから委託契約の相手方の基礎情報ということで、法人のですね、情報に関して入力するようになっております。こちらですね提出者情報コピーというボタンもありますので、こちらをクリックいただければですね適宜提出者の情報がですねこちらに反映されるようになりますので、こちらもご活用いただければと思います。で法人の基礎情報を入力いただきまして、続いて、保安業務担当者に関してです。こちら氏名、生年月日、それから免状の種類や番号を入力いただくようになります。で保安業務従事者に関してですけれども、こちらですねいらっしゃれば入力していただくようになりますが、特段いらっしゃらなければ入力の必要はございません。で続いて契約に関する情報ということで、契約締結日と日付に関することを入力いただくようになります。それからチェックボックスがありますので、契約書へ代金について記載していることを確認済みですということで、チェックいただければと思います。それからこちらは委託契約の相手方の執務に関する情報ということで、したら連絡場所の住所であったり、あとは、到達時間の情報ですね、したら連絡場所から授業場までの距離であったり移動手段、時間、これ執務に関する説明書にてですね、ご提出いただいていたような内容を入力する画面となっております。
てから連絡責任者の情報を入力いただければ、こちらの左側は事業上情報に関してはですね、入力が終わりとなります。続いて電気工作物に関してですね、こちらはですね、まず上から各月点検を行う際に必要となってくる設備条件をですね、満たしていればこちらにチェックを入れていただくようになります。でその下の点検頻度フローズの要件とはですね、太陽光発電所における点検頻度のフローズのことですね。こちらもですね、要件を満たしていればチェックを入れていただくようになります。それから絶縁監視装置の有無を選択してもらったり、あとは無停電年次点検の有無を選択するようになっております。それから発電所情報、需要設備情報等ですね、入力する画面がありまして、こちらありをチェックいただきますと、このように詳細を入力する画面がありますので、適宜入力、名称とかですね、種別等を入力いただくようになります。でもしですね、梅園に該当する場合はですね、こちらの公害区分ということで、入力をするようになっております。続いて需要設備の情報ですけれども、需要設備ありにチェック入れればこちらもですね、電圧等、設備容量等ですね、入力する画面が出てきますので、適宜入力するようになります。で最後に配電線路の情報ということで、配電線路の有無をチェックいただくようになっております。で最後に事業上の換算値ということで、今回のですね、電気工作物の点数に関して入力いただくようになります。で下の段は今回の申請分を含む全事業上の点数についても入力をいただくようになっております。でこちらの3番目はですね、保安業務従事者の全事業上の点数についてなんですけれども、こちら従事者の方がいらっしゃれば入力ですけども、いらっしゃらなければもうゼロを入力していただければと思います。で以上が電気工作物に関する入力情報となっております。続いて添付書類に移りたいと思います。こちらは冒頭でも申し上げましたように、こちらの3点が必須となっておりますので、添付いただくようになります。で添付する前はですね、必ず一時保存をしていただきまして、添付に進んでいただくようになります。でファイルを選択をクリックいただきましたら、このように適宜ファイルを選択いただきまして、これ複数選択可能ですので選択いただきまして、そうすると選択したファイル名をこちらで確認できるようになります。こちらを添付をクリックいただければ、このように添付が完了ということになります。で添付が完了しましたら、契約書、点数表、社との関係を分かる資料を添付したということでチェックを入れていただければと思います。こちらで入力が完了しましたら、あとは確認へボタンから提出へと、手続きを進めていただければと思います。以上がですね、外部委託承認申請の入力画面となっております。